今の南相馬ってのは僕は20年後の日本の姿だと思ってるんですね。やっぱりその日本の問題点の僕は縮図だと思うんですよ。まあ、いろんなアイディアだったりとか新しい取り組みだったりとか、まあ、少子高齢化社会を僕らの世代でもうちょっと関わらないといけないのかなと。そう、今まで自分が50年やってきた仕事ダメって言われた上に仮設住宅に閉じ込められていて、まあ、すぐには多分出れない決められていて、彼らが生きがいがあるかどうかなんですよ。その生きがいがあって、だから薬飲むわけですよ。薬飲むために生きてるわけじゃないわけですよね。あ、一緒にこう走ってくれる、一緒に歩いてくれる人たちなんだっていうのを、まずその形として作っていくことが、多分そのコミュニティをですね、動かしていく一つのやり方なんですね。